タイムレイ菊池風魔を救ったストーンズ田中樹。賛否両論のタイプロオーディションに言及した動機愛と炎上を抑え込むリーダーとしての、最タイムレイの菊池風魔29が9月14日放送のラジオ番組、ストーンズのオールナイト日本サタデースペシャル、日本放送土曜夜11時30分に出演。ストーンズの田中樹29とともに、新メンバーオーディション、タイムレプロジェクト、タイプロ、 について語ったことが話題になっている。この日はストーンズの京本大二29が出演の予定だったが、ミュージカル、モーツァルトに主演中のため、万が一、ラジオで夜更かしをして、明日の舞台に影響があったらとスタッフが考え、喉を休ませるため急遽、他のメンバーではなく菊池に出演オファーすることに。菊池は、田中から電話で頼まれ、出ると即答したと明かした。 20代の頃、毎晩のように一緒に遊んでいたことを振り返ったり、京本と後輩グループの金銭事情や、ジュニアの活躍について笑いを交えながら語り合った後、田中がこれは聞いておきたい、とタイプロについて質問。タイプロとは、中島健と30の卒業を受け、新メンバーを決めるオーディションのこと。その模様は9月13日からネットフリックスで配信されており、 オーディション参加者に元ジュニアの栗田へ26が参加していることも話題に。X、旧ツイッターでもダンスがうまい子はたくさん居たけど、栗田めぐくんのダンス見た時にやっぱ私はジャニーズのダンスが好きなんだなって思い知らされたなど、ファンの反響が大きい。菊池はタイプロについて自分からメンバー追加を提案し、敬意をファンに示すためオーディション番組にして公開することをプレゼンしたと説明。 佐藤勝利27と松島荘26も新メンバー加入に前向きだったと語ると配信を見たという田中が全員マジな目なのが良いよねと3人のオーディションに対する姿勢を称賛したまた栗田が参加していたことが話題になると菊池が一般の参加者に比べると元ジュニアがどれだけ洗練されているかわかると明かしたそして3人でずっと一緒にいられる方法って何なんだろう と考えたことの大きな答えがタイプロであり、本当、ラストチャンスなのだと、タイムレイへの思いを語った。